取っときてってわけだ。ああ、しかもそれでエドワンダーランド日光江戸村にちょっと安く入れるクーポンってんだ。願ったり叶ったりよ。ついでにあたいらの顔も書いてあったしね。なるほど、そんな江戸村にちょっと安く入れるクーポンがあるんだ。誰、ああ、そんなクーポンがあるんだったら俺は取り返すの手伝ってやろうじゃねえか。一体誰だ誰だってか。狙った獲物は逃され、天下の大泥棒石川五右衛門様とはあっしのことよ。おいおい、聞いといて変わるんじゃねえよ。おいおい、俺たちは忙しいんだよ。おめえなんかに構ってくる暇はねえんだよ。ほう、なら千両箱を勝手に奪い取っても文句はねえってことでいいんだよな。なんだと、天下の大泥棒たちが揃ってんだよ。この上で大順乗るお客様にその小判を渡せねえとあっちゃおいらたちの流すたる。違うか、もう出発までは時間がねえぞ。奪い取ったやつは勝手に配る。これで行こうじゃねえか。だからあの小判にはあたいらの顔が書いてある。面白い。よし、話は決まった。一丁派手に行かせてもらうぜ。誰？俺は面白くなってきやがったぜ。
ういう行動してる。いいってなんだ。いいか、俺ども支度をしろ。よいか、ネズミ小僧は千両箱を狙って必ずここに来るはずだ。俺ども探し出せ。何やってるんだ。さあ探せ探せ。いたいたいた、どこだ。おい、どこ探しやがるんで。さあ誰だ。おい、知られるかよ。結構有名なんだぞお前。ったくこれが田舎もんはしょうがねえな。怪しいやつ捕まん。俺も捕らえろ。おめえらのような国牌国に捕まるような俺様じゃねえよ。どっからでもかかってきな。この辺で天井さん見かけた人、あいた。いたー。何が見つかるのお前。おい、それじゃ俺だ。横ちゃん、絶対に渡さねえんだな。はちょっと安く入れる小判。おめえらの顔が
じゃねえか。さっきからそう言ってんだろ。うっしょー、もうちょっと待って。逃がすな、捕まえろ。何やってるんだ、何伸びてるんだ、起きろ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 、いいか、ネズミを